昭和63年を迎え、新春の息吹を感じる中、陸海空各自衛隊の訓練が力強く全国各地で一斉に始まりました。習志野の第一空挺団による降下訓練始めです。そして第一ヘリコプター団による初飛行訓練。こうして全国の各部隊は新しい年における飛躍と盛況を誓いました。新春早々の1月13日、初訪米した竹下首相は、レーガン大統領との首脳会談で、防衛・軍備管理などについて意見を交換し、日米協力関係がアジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠であることを確認しました。1月19日、アメリカにおいて日米防衛首脳会談が開かれ、日本が侵略を受けた場合に米軍の来援が円滑に行われるための共同研究の実施及び装備の共同開発について合意しました。1月下旬、陸上自衛隊とアメリカ陸軍による日米共同指揮所演習山桜13が東千歳駐屯地で行われ、日米合わせて3100人が参加しました。降り積もる雪の中、積雪寒冷地における日米共同訓練が各地で行われました。1月から2月にかけて山形県大高根演習場などで行われた88蔵王です。また2月にはホワイトライトニング帯広88が北海道の然別演習場などで行われました。海上自衛隊はアメリカ海軍と共同で掃海特別訓練を2月瀬戸内海において、7月は青森県陸奥湾において行いました。1月、在日米軍司令官の交代が行われ、離任するティシエ空軍中将が防衛庁を訪れました。そして新しく司令官に着任したデイビス空軍中将です。このほか昭和63年には数多くの外国の高官が防衛庁を訪れました。ヘイズアメリカ太平洋軍司令官、イギリス海軍参謀長、インドネシア国防治安大臣などです。2月5日から始まった恒例の札幌雪まつりにはおよそ200万人の観客が訪れましたが、自衛隊は雪の輸送や大雪像の製作を行い、その実施に協力しました。完成したばかりの東京ドームにおいて3月19、20の両日、陸海空各自衛隊音楽隊をはじめ世界10カ国の軍楽隊などが参加し、国際音楽交流親善を目的としたコンサート88世界マーチングバンドページェントが開かれました。コンサートには約10万人の若者たちが集まり、迫力ある演奏を楽しみました。3月21日、
防衛大学校の卒業式が行われました。晴れの卒業証書を手にしたのは第32期本科学生410名と第25期理工学研究科学生60名です。竹下首相は英国ウェリントン将軍の故事を引き、部下の心の痛みがわかる情に熱い指揮官たれと訓示しました。また入校式は4月5日行われ、第36期本科学生416名、第27期理工学研究科学生60名が入校しました。3月13日防衛医科大学校の卒業式が行われ、6年間の学業を収めた第9期医学科学生71名が思い出深い母校を後にしました。また入校式は4月11日行われ、第15期学生65名が入校しました。5月防衛医科大学校附属高等看護学院では新入生に対する待望式が行われました。陸上自衛隊は師団の近代化の先駆けとして3月25日付で第2師団を改編、後方部隊を統合して新たに後方支援連隊を編成しました。海上自衛隊では艦艇就役などに伴う部隊改編が3月下旬に行われました。新鋭の護衛艦朝霧は第42護衛隊に編入され、直ちに母校の佐世保に向かいました。また防空ミサイル艦島風と天津風により第63護衛隊が舞鶴において新たに編成されました。63年には海上防衛の担い手として多くの自衛艦が誕生しました。潜水艦幸潮、訓練支援艦黒部、そして護衛艦阿武隈、沢霧、掃海艇百合島、彦島などです。航空自衛隊では3月31日付で西部航空警戒管制団に第10移動警戒隊が新たに編成されました。また基地防空体制の整備が進められ、3月31日付で中部航空方面隊最初の基地防空隊として第301基地防空隊が編成されたほか、年末までに北部航空方面隊に2つの基地防空隊が新しく作られました。河原防衛庁長官は4月20、21の両日、返還20年を迎えた硫黄島の各部隊を初視察し、過酷な自然条件の中で勤務する隊員を激励しました。日本戦没将兵慰霊碑に黙祷を捧げる長官、また長官は6月4日海上自衛隊舞鶴地区を視察しました。視察を終えた長官は引き続き新鋭護衛艦浜霧の進水式に出席しました。
第29次南極観測支援の任務についていた海上自衛隊の砕氷艦しらせが4月12日、5ヶ月ぶりに帰国しました。そして11月14日、第30次南極観測隊を乗せ、東京晴海から南極に向け出航しました。日本を訪れる国交賓に対し、陸上自衛隊第302保安中隊及び中央音楽隊による特別儀仗を行っていますが、これは4月に来日したベネズエラ大統領です。このほか5月に来日したユーゴスラビア連邦評議会議長、6月に来日したセネガル大統領などに対しても行いました。航空自衛隊と米空軍による日米共同訓練コープノースが5月11日から20日まで三沢千歳両基地を使用して行われ、対戦闘機戦闘訓練などを実施しました。また那覇基地においては日米救難訓練も行われました。5月30日第24回自衛隊高級幹部会堂が竹下首相を迎えて開かれました。竹下首相は特に我が国の平和維持のためには防衛面の努力はもちろんのこと、適切な危機管理や外交努力なども大切であることを強調しました。6月2日初来日したアメリカのカールーチ国防長官との日米防衛首脳会談において、当面の問題である次期支援戦闘機 FSX の共同開発に関し、日米の作業分担比率など基本的枠組みについて最終合意に達しました。6月14日付で宍倉事務次官が離任しました。代わって第19代事務次官に西広防衛局長が着任しました。河原防衛庁長官は6月29日から7月4日まで防衛庁長官として初めてインドネシアとシンガポールを訪問、両国の最高指導者などとの意見交換を通じ、我が国の防衛政策などについて説明し理解を得ました。海上自衛隊の昭和63年度遠洋練習航海部隊が6月27日東南アジア・オセアニア方面へ4ヶ月半の練習航海に出発しました。練習航海部隊は9カ国13寄港地を訪問し、多くの成果を得るとともに国際親善に大きな役割を果たして11月帰国しました。6月中旬から8月上旬にかけて米海軍第3艦隊が計画する環太平洋合同演習リムパック88が行われ、海上自衛隊はこれまで最大規模の護衛艦8隻、補給艦潜水艦各1隻、対潜哨戒機 P3C8 機を持ってこれに参加しました。陸上自衛隊の北方機動特別演習が東部方面隊の第12師団を中心に8月から9月にかけ隊員4600人、車両1000両が参加して行われました。北海道ヤウス別演習場への移動間においては長距離機動訓練が行われ、演習場においては戦闘弾訓練や空地一体となった作戦行動の訓練などが行われました。
6月26日、総理府による自衛隊防衛問題に関する世論調査が発表されました。この調査では、自衛隊に対し全般的に良い印象を持っている人は 80% 近くに達しており、国民の自衛隊に対する好感度は高いものとなっています。7月1日、昭和63年度安全功労者として海上自衛隊鹿屋救難飛行隊が内閣総理大臣から表彰を受けました。飛行隊は長年にわたり救急患者の輸送など離島住民の命綱として活躍してきました。7月20日千歳空港に隣接して新千歳空港が開港し、北海道の空の玄関口は新時代を迎えることになりました。新空港の航空管制業務も防衛庁が担当、日本で初めて新旧空港の両面一元管制を実施することになりました。8月23日、昭和63年度防衛白書が公表されました。白書では我が国を取り巻く国際軍事情勢は依然として厳しく、引き続き質の高い防衛力の整備に努めるとともに、日米技術協力の強化などについて強調しています。陸上自衛隊板妻駐屯地で開かれたちびっこヤング大会。昭和63年度のちびっこヤング大会が7月から8月にかけて全国57カ所の駐屯地などで開かれ、キャンプや各種スポーツ大会など子どもたちと自衛隊との楽しい交流でにぎわいました。こちらは航空自衛隊岐阜基地の模様です。7月30日から8月1日にかけ、第37回日本海洋少年団全国大会が苫小牧市で開かれ、陸上自衛隊北部方面隊は音楽演奏をはじめ多方面にわたって協力しました。8月、日本の各地で夏祭りが行われましたが、自衛隊はこれらに協力し地域社会との交流を深めました。隊員およそ400人が参加した仙台の動く七夕パレード。山形の花笠祭り。9月17日から韓国ソウルにおいて第24回オリンピック大会が開かれ、日本選手団の一員として自衛隊から14人が選手として参加しました。この中でレスリング・グレコローマン52キログラム級に出場した自衛隊体育学校の宮原二等陸尉は見事銀メダルに輝きました。10月、京都で開かれた第43回国民体育大会秋季大会。その開催にあたり、陸上自衛隊中部方面隊は延べ2000人の隊員を投入し、通信、衛星救護、競技運営などに協力しました。7月22日から2日間、恒例の自衛艦隊展示訓練が伊豆大島沖で行われ、延べ5400人が対潜水艦船や射撃などの訓練展示を見学しました。
この訓練を終えて戻る途中の潜水艦なだしおと大型釣り船第一藤丸が横須賀港沖で衝突、釣り船は約2分後に沈没しました。この事故にあたり海上自衛隊は全力を挙げて救助捜索にあたりましたが、釣り客など30名の尊い命が失われました。この事故の処理に際し陣頭指揮にあたった河原防衛庁長官は当面の措置を取り終わった8月24日離任しました。代わって第45代の防衛庁長官として田沢吉郎衆議院議員が着任しました。田沢防衛庁長官は就任早々の9月5日海上自衛隊横須賀地区を初度視察しましたが、その際なだしお衝突事故の現場を訪れ犠牲者の冥福を祈りました。続く9月12日長官は陸上自衛隊練馬駐屯地を訪れ隊員を激励するとともに訓練演習における事故防止に万全を期するよう要望しました。また9月14日には航空自衛隊百里基地を訪れ技術の高度化が進む航空自衛隊の現状をつぶさに視察しました。10月7日長官は市ヶ谷の統合幕僚学校および陸海空各幹部学校を訪れ近代戦への対応について学ぶ学生たちを視察しました。さらに長官は防衛大学校や技術研究本部などについても精力的に視察を行いました。9月初めの3日間陸上自衛隊恒例の富士総合火力演習がおよそ5万人の観衆を集め東富士演習場で行われました。海上自衛隊は9月28日から10月12日にかけ日本周辺海域において海上自衛隊演習を行いました。今年度は5年ぶりに海上自衛隊の全部隊が参加する大規模な演習となり、アメリカ海軍との共同訓練も合わせて行われました。航空自衛隊では航空総隊の総合演習が9月29日から10月15日まで日本全域とその周辺で行われました。この演習にはおよそ3万1000人が参加し、アメリカ軍との共同訓練をはじめ防空作戦や基地防衛などについて訓練が行われました。9月20日純国産による T4 中東ジェット練習機の量産初号機が航空自衛隊へ引き渡され、10月1日臨時 T4 教育飛行隊が第一航空団に新しく編成されました。10月1日航空自衛隊航空救難団に最新の CH-47J 大型輸送ヘリコプターによるイルマヘリコプター空輸隊が新設されました。10月29日殉職隊員追悼式が竹下首相を迎えて市ヶ谷駐屯地でしめやかに行われました。式典は
警察予備隊創設以来の殉職隊員を追悼するため毎年行われており、今年は新たに31柱が顕彰されました。初頭の宮城県大乗寺原演習場で11月1日から2週間日米共同実動訓練みちのく88が行われました。この共同訓練には日米共同訓練としては過去最大規模のおよそ5200人が参加しました。また11月下旬には滋賀県相場の演習場で日米共同訓練琵琶湖演習88が日米合わせて1100人が参加して行われました。12月には第8師団が担当して昭和63年度の陸幕科目指定演習が九州の比重大演習場で行われました。今回の指定科目は対着上陸作戦の一環である対空挺ヘリボーン戦闘です。12月5日議会制民主主義のため生涯を捧げた故三木武夫元首相の衆議院内閣合同葬儀が日本武道館で行われ、自衛隊は儀仗などを行いました。12月27日竹下改造内閣が発足、翌28日高村政務次官が離任し、第43代政務次官として榎本和平衆議院議員が着任しました。11月、新たな日米共同作戦研究として同時多発紛争型有事を想定した研究に近く着手することが明らかにされました。これは有事において日本に対する米軍の支援が制約を受ける場合を想定したもので、これまでの研究からさらに一歩進めたテーマとなります。11月29日、航空自衛隊の次期支援戦闘機 FSX の日米共同開発に関する交換公文が両国政府間で調印されました。海上自衛隊では近年の装備近代化などに対応するため、海上幕僚監部の大幅な組織改革を12月15日付で行いました。政府は12月22日安全保障会議を開き、現在の中期防衛力整備計画に続く平成3年度以降の次期防衛力整備計画について、節度ある防衛力の整備の精神を尊重しながらその策定作業を始めることを決めました。昭和63年は世界各地における紛争や米ソ両大国による核軍縮交渉などに新たな展開が見られましたが、なお厳しい国際情勢の中で防衛庁自衛隊はより質の高い防衛力の整備に努めた1年でした。一方、潜水艦衝突事故のような不幸な出来事もあり、その反省の上に立って防衛庁自衛隊は今後も国民の期待を担い、国民と共に歩む盛況な自衛隊づくりを目指して努力を続けます。